キロ制限だってすごいね。まあ、浸水公園だね。左折すると龍卓寺さんだね。まあ次の信号ね。じゃあ下がってみようか。あ、もう次でいいやね。一歩間違えるとね、まあ、変な方向行っちゃうときありますよね。県道153号線。ああ、ここか。ここですか。標高が高いんだね。そうだね。バッチンと止まんなくちゃいけませんよ。新都第八紀行碑だ。すごっ。まあ、こっちのね、右側の建物がね、まあ、相馬ヶ原駐屯地です。よく演習なんかはね、YouTube にアップされているんですけど、まあ、近々演習はないのかな。まあ、ここがね、まあ、相馬ヶ原駐屯地正面かな。こういったパートはきっと自衛隊員の方の感謝かな。
けそうですね。こうでもあれだね、だるま作ってるんだね。うちの階、なかなかここら辺曲がることは少ないかもしれない。この上の方は神社がありそうだけどないかも。あったね、神社ね。制限ですよ。安らぎ温泉っていうね、日帰り温泉があるんですね。太陽光発電。ここか。中原。
県道25号線バイパスですね。でもこういった道ができて便利になりましたね。標高が低くなりましたね。じゃあここでおしまいにしましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。